が行った時には正直実態がなかった時だったんだろうと。彼らは何をしたかっていうと、まず登記簿を調べようということで法務局に調べてみてくれたら、なんとその牧場には番地がなかった。番地がないので、法務局は番地がなかったらそれ登記もクソもそんなん出ませんよって言われたんですね。でもう一遍この取材班は現地時代ですよ、地元の人間聞き取りを聞き取りしてるうちに78年、 S さんという名前が出たんです。この人がおそらく牧場の経営始めたんちゃうかみたいな話を地元から聞いて、でその人のことを調べてもう一遍法務局に行って、でそこからなんか吸ったもん出したら1時間半ほどかけてくれるんです。これちゃいますかってやっと思ってた。でこの時間のかかり方だとか、からあと対応とか見ると、なんか彼らは出したくないっていう、そういうものをなんとか感じた。最終的なそのいわゆる法務局の登記簿では最終的な持ち主は農事組合法人 T というところだったらしいんですけど、調べたらもうすでに存在しなかったので、結局誰の持ち主かわからなかったそうですね。例によってはね、なんか神社みたいな扱いをされたこともあったんですよ。よくわからないけども、宗教法人かな、何かみたいなこともあったりして、だからもう経営者が入っては撤退し、で怪しげな人たちが入っては撤退しということが何回か何回か繰り返されたのかなというのは分かったんだけども、ただその階段のない2階の建物とかああいうものはね、登記されてなかったらしい。で建築法違反かなんからしいんで、登記することできないとか聞きましたけども、とにかくその建物は登記されてないのです、存在しないことになっていた。当時言う雑誌に僕は北野誠さんと、まあ、岩口の人っていう、それをレポートするっていうのを僕連載したんです。八千北階段道中記っていう、そういう題名だったんです。ちょうどね、北野誠さんとスケジュール合わなかったことがあって、これはもう北野誠さんと行くというよりも、僕はもう北野誠さんとの関連の会議みたいなものを書くことになっちゃったので、じゃあ山の牧場について書きますわって書いたんです。で現地取材行ってませんので、この時ちょうどナックルズの編集部から写真を借りして、で僕の記事と一緒にナックルズさんから書いた写真を掲載したんです。そしたら北野誠さんから電話がありました。田中さん記事読んだで、ああありがとう、あのトイレちゃうで、え何がって言ったら、いや写真どうしたの、いやナックルズがなんか山の上の取材行った時に撮ってきた写真を借りてんねんけど、ちゃうちゃうちゃう、俺見たんこうちゃう。ナックルズが借りた写真っていうのは、そのドア付きのトイレが2畳ほどザーッと並んでる写真だったんです。で僕は北野誠さん たくさんトイレがあったっていうのはこのことかなと思ってたんですけど、北野誠さんは違う、俺が見たのは小便器や、小便器が30ぐらいずらーんと並んでて、ドア付きのトイレ2つしかなかった、これ違うっていう。あれトイレも変容してるとかみたいなこともあったりしたわけです。これは何なんかな、もっと向こうになっていったわけですよ。で2005年になりましたら、竹内義子さんから連絡がありまして、長山君、山田君と行こうと思ってるけどどこしてくれるっていう電話があって、え行くんすかって、うん、でちょっと面白いメンバー集めてるんで本格的な調査してみようよとか、で約束した日に行ったんです。どんなメンバーかっていうと、まず僕でしょ、で北野誠さん、竹内義一さん、そして建築家の E さんっていう人が来てました。でこれはその不可解な建築を専門的な目で見るっていうことと、それから税理士かなんかの人も来てました。これはそのいわゆる裏的な税金とか、そういうなんか助成金とかどうなってるっていうことを調べる、それから宇宙工学の先生が来てました。なんとか大学の教授と一緒で、この人はねもう一緒にあの山で僕で行く道中、6次元とは7次元の世界とはみんなで昔話を延々としてた人なんですけども、この人はだからまあ宇宙の UFO とどう関係あるのかってことをどうもこの先生に見てもらおうというのを、それからヤクザのおじさんが2人、これは裏社会的に見てどうなのってことを検証するということですね。で格闘家の2人、これは僕らのボディーガードです。
だからね、不安にこう含めて40カ国語を喋れるというあの有名な探検家の人が投稿しました。この人は何言ったら、いや宇宙人と喋れるとです。宇宙人、地球語やねんけど、このことやねんけど、まあ、そういうベストメンバーで行ったわけです。でみんなで行きました。で歩き出すと反対側からね、おばちゃんが一人、この先になんか牧場があるとか聞いたんです。そこ行こうかと思って、ただおばちゃんは、あ、そんないよ、いやあのこの先牧場は、いや何もないから。新見袋殴り込みっていうのがやってまして、映画監督清水隆さんから豊島圭介さん、その他まあ何人かで行ったんですけど、怖っ、誰か来るぞって、いや今離れてて遠ざかって、いやまた来た来た来たって言って、みんなパニックなっちゃって。このチャンネルではオカルトは楽しく学べます。チャンネル登録お願いします。車でその山の牧場のね、あの例の緊急のあの幅の道をバーッとまっすぐ行ってると、途中で車を止めざるを得なかった。なぜかというと、確かに1週間ほど前にものすごい台風が来てて、それのせいだと山津波が起こって、木がなぎ倒されてて土砂があって、その道を塞いでるんです。で、これ車で行かれへんか、で歩いて行こうと思って歩いて行けんことはないんです。ここから歩こうかって、そこに車を伏せまして、でそこからもうみんな機材担いで、でともともと歩き出したんです。で歩き出すと反対側からね、おばちゃんが一人こうやってきて、鉢合わせるんですよ。パチッ、えってお互いえなんですけども、こっちからしたら、え、なんでおばちゃんがこんなとこ来るぞって。おばちゃんとしては、え、この兄ちゃんなんか兄なんだけど、あ、まこっちゃんやんみたいなことっていうのは非常に便利で、まこっちゃんやん、え、何今日何テレビの取材とか言ってるんですよ。で、この先になんか牧場あるとか聞いたんです。そこ行くんだと思って、ただおばちゃんは、あ、そんなないよ、いやあのこの先牧場、いや何もない。おばちゃんは何者、あ、私関西のおばちゃん、関西電力のおばちゃん、検診日やってるんですよ。でこのおばちゃんは検診しに行ってたんです。でその帰りなんです。検診するということは建物があるということでしょって言うんですけど、何もないよ、でもまあ俺はあるって聞いてるんで、まあ行くわ。